林虎は、中華民国の軍人。中国同盟会以来の革命派人士で、後に、旧構成派の軍人となった。旧名は影器用紙。字は影青。父は漢族、母はチワン族である。父の林久しもは、秀才で、構成省に赴任したことから、林虎は、父母と共に、構成省に移り住んだ。林虎は、15歳の時に、 厚生部美学堂に入学し、李熱人氏李オモ氏らと同期で学んだ。しかし在学中に、林やリオモら4人は、学外の悪道4人と喧嘩したため卒業直前に、学堂を辞めなければならなくなっている。その後は、李オモ氏の知人である、厚生常備中軍統領各人のもとで、任用された。1905年、各が 厚生省へ転任したことから、林虎もこれに随従している。翌年、高校が、競輪で組織した中国同盟会支部において、林は各、各や蔡津原と共に加入した。1907年、やはりクルワに随従して、関東省に転任している。侵害革命では、林虎は、 革命派の軍に参加し、南京で陸軍部経営混成団団長に任命された。1912年、林虎は、後世ととくり列人氏の下に移り、後世陸軍第一市の旅長に任命された。翌年、李列人氏が、遠征外打倒のための二次革命に参加すると、林は、後世内援軍右翼総司令として、これに従う。林らは、 初戦で前戦したが、最後は、物量で勝る北京政府軍に敗北し、林は日本に亡命した。同年11月、林虎は、東京で、孫文と対面し、中華革命党にも参加した。また、李烈仁志、柏文城、木ラと、法政学校を創立し、寺尾徹を校長として、用意た。さらに、大森に、高年炉を創設し、 日本に亡命してきた革命派士官を受け入れる機関とした。1914年、林は小師匠、李根源らと王子研究会を組織した。その後、熊国部らと共にシンガポールへ向かい、高校らと半円生涯活動に取り組んだ。その後、林虎は中英県と共に厚生省へ戻り、厚生将軍陸栄亭との交渉を持つ。 これにより、陸の繁栄決起に手応えをつかんだ、林虎は、雲南の再通場、李烈人氏らと連絡を取っている。1915年12月、雲南省から五国戦争が勃発し、陸も後に、これに降応した。林虎は、1916年4月に、新春県が、初め喜びで成立させた両鉱五国軍と司令部に、 加入し、五国軍第六軍軍長に任命された。そして、陸栄邸に従って、関東将軍龍住光の討伐に貢献した。同年9月、林は高麗鎮守氏に任命されている。翌年、林虎は、陸栄邸から、関東陸軍第二軍軍長に任命された。そして、同年11月からの竜の犯行に対処し、1918年春、 龍の軍を撃滅した。この功績により、林虎は、はじめら明神樹氏に任命されている。同年10月、公衆軍政府が解組されて7総裁による、集団指導制となると、新春県、陸栄テー旧構成派が、主導権を握り、林は、軍政府陸軍部次長に就任した。しかし1920年、孫文を支持する、陳敬明軍により、 旧カツ系は敗北し、林も下野した。なおこの時、林虎は孫文からの内容の誘いを蹴っている。以後も、藩孫文の活動に従事し、1922年には、孫文に反した、陳形名を補佐して、北京政府との連携工作に従事した。1924年5月には、北京政府から厚生ただ死弁にも任命されている。 しかし1925年、陳慶明は中国国民党の統制を受けて壊滅し、林氏も軍を撃破されて下野した。その後は、かつての部下であった李宗人と連絡を取りつつも、政界への本格復帰はならなかった。1937年、国民賛成会賛成員となる。1947年には、立法院立法委員に当選した。 中華人民共和国成立後の林虎は、後世に止まっている。厚生地湾族自治区政治協商会議副主席、中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員などを、歴任している。1960年2月8日、南寧で病没。表年74。ありがとうございます。